牧野菊は、日本の教育者、学校経営者。北海道の学校法人富士女子学園理事長、富士女子大学所大学長を務めた。富士女子学園創世期の札幌富士高等女学校時代から、同校2代目校長の草べられいめと共に、女子教育に尽力した。戦中は、軍からの圧力に耐えて、学校を守り抜き、戦後は、 富士女子専門学校の設置、新教育制度の施行に伴う、富士女子短期大学や富士女子大学の設置など、生涯を女子教育への発展に尽くした。女子教育の先達、北海道女子教育の先駆者とも呼ばれる、富山県富山市越前町出身。1895年に富山市越前町で、十人兄弟の第四子として誕生した。 越前町は、当時の富山の城下町の中心部であり、父は、洋服や雑貨を販売する富山の大棚の店主で、父方の王子に、後の富山市長である、牧野平五郎がおり、少女期には何、不自由ない生活を送った。家族揃って、熱心な仏教徒であり、学生時代は、友人から、お寺様の娘さんみたいと呼ばれるほどだった。牧野家一同は、 当時のスポーツとしては、珍しい登山を愛していた。菊の父は、登山を通じて、菊に、物事を忍耐強く進めること、指導者の言うことをよく学ぶこと、頂上を極めるまでの努力の大切さなど、人生の教訓を教え込んだ。菊は、後年にも、父から登山を通じ、忍耐、従順、勇気などを学び取ったと語った。 キクは、教立女子職業学校の在学中に、結核で、神奈川県久ゲ沼に入院していた時計をよく見舞っていた。ある時兄はキクに、実は、自分が、キリスト教徒だと打ち明け、病気になって初めて、神のお心のままに生きることの幸せに気づいた。今はすべてに感謝していると語った。兄は30歳で死去したが、キクは、 兄が死の間際にあっても幸福を語っていたことに衝撃を受け、キリスト教への改修のきっかけの一つとなった。それから間もなく、父が他人の借金の保証人に立って失敗し、家も店も手放す羽目になった。長兄は、時刑とは対照的に酒やタバコを愛する合法な性格であったが、父の事情を知ると、 酒もタバコも一切断って、一家の長男として、父を支えよう、心を入れ替えた。菊にとっては、病床で神への感謝を語った、時系、逆境を、人生の糧に変えた長兄を目の当たりにしたことは、自身の宗教観と人生の方向性を変える、大きな出来事となった。菊は、自分の中で、次第に、神の存在が大きくなることを感じていた。 1917年1月15日、キクは、プロテスタントとしての洗礼を受けた。真冬の信者の家の浴室で、体に水をかけられ、ガタガタと震えながらの洗礼であった。後年に、キクは、ことあるごとに、当時の身を切るような水の冷たさを思い出しては、信仰心を引き締めていた。 当1917年6月、母校の協立女子職業学校の家庭科主任である、鳩山春子の勧めで、同学校の教員に赴任し、主に家政を担当した。父が1915年に、戦術の事情で家を畳み、北海道小樽区に移住していたことから、菊も、協立の教員職を4年間で受し1921年、同年に、小樽に開校した。 国立小樽高等女学校に転任したまたこの赴任中に、エゾフジコと妖呈山に登山したことがあり、夜中に月明かりに照らされた雲海を見て、大自然の設理や美しさに感動し、北海道の地で人々のために働くことを決意した。プロテスタントは無教会主義で、聖書が全てであるため、菊は聖書を常に身につけ、神の言葉に耳を傾けて、 生活の糧としていた。教育の場においても、キリスト教の教えを実践しようと試みた。しかしキクは、次第に、信仰の同票がないこと、知らない間に間違った道に踏み込んだとしても、それを正す同票がないことに、迷いを見せていた。学校が終わると、オタルの教会を密かに訪ね歩き、教会の十字架やマリア像を見るたびに、 信仰の方向を明示している教会に次第に惹かれていった。そんな折に、菊は、オタルカトリック教会でのカトリック研究会の開催を知り、教えを求めて教会に通い、カトリックに触れるようになった。研究会は、ドイツ人の神父が指導しており、菊は神父に週2回の個人指導を2年間受け、一度も欠席することはなかった。 小樽在住から3年目、菊は、カトリック信者たちの生活や社会事業に接するために、休暇を利用して、東京の兄の元を訪ねた。様々な施設を見学した後に、最後に、静岡県の御殿場にあったハンセン病の病院を訪ねた。その病院は、フランス人の神父により設立されたもので、菊は病院を支える人々に愛と信仰の強さを感じ、 カトリックの受選を決死にした。夏休み明けの秋、小樽の神父に相談の上、カトリックの洗礼を受けた。この頃、戦術の時計の死去に次いで、その3年目に、時計の妻も死去した。残された老いが孤児となったことで、菊は孤児の心細さを痛感し、孤児院の建設を考えた。しかし、カトリックの受選から間もない頃、 広島県の著名な孤児院の設立者が死去し、子供たちが施設運営費を求めて、日本全国を奔走していると知った。菊はこのことで、自分が孤児院を作っても後継者がいなければ、一人の力は限られている、一滴の雫が大きな流れとなる、ことを信じようと思い、修道所になるとの考えに至った。受選から2年後、小樽の神父に、 修道所への望みを打ち明けた。神父は、白かな、黒かな、あなたは先生だから黒ですねと言った。当時の菊は、その意味を理解できなかったが、これは、修道服の色の意味で、黒は、札幌のマリア院、白は、天使病院の意味であった。1925年に、札幌富士高等女学校が設立されており、 神父は菊を同行に紹介することを考えていたのである。くさべられめ菊の家は熱心な仏教徒であったため、菊がキリスト教徒となったことは少なからず家族を驚かせていた。すでに父は死去し、老いた母が一人取り残されていた。菊は自分が修道所になるといえば、なおのこと母を落胆させると考えて家族には、 富士高女に教員として勤務するとのみ告げていた。1927年8月、菊は母と姉の付き添いでマリア院を訪れた。菊は前もって校長の草べら霊名に家の事情を打ち明け、修道院入りは内密にと依頼していた。しかし草べらは菊たちを迎え、家族らの前で、牧野さんが修道院に入られますことは本当に嬉しいことですと告げた。 母は真っ青になり、姉は泣き出した。菊が慌てて、草べらの袖を引いてが、ことお阻止であった。1925年開校当時の富士高等女、学校校舎家族らは、修道院入りに反対し、母は、富山の本家まで出かけて、仮名を汚して申し訳ないと浴びた。それに対して、本家の叔父が、本人がそれをやり通せば、 加盟を汚したことにはならないと答え、兄からも、菊ク宛てに、反対を押し切ったからには、歯を食いしばって頑張れと、激励が届いた。こうして菊は、仕方なしとの形ではあるが、家から修道院入りを認められることとなった。菊も、また、大反対を押し切って入ったのだから、歯を食いしばって頑張ろうとの気持ちを抱いた。同1927年、菊は、 マリア院に入った。同年に札幌富士高等女学校の教諭に就任し、宗教や倫理を担当した。同時期の入会者は、計4人おり、菊が最年長であったため、自然と菊は、草べらの秘書のような存在となった。折しも、富士学園は、設立からまだ3年前であり、創立間もない学校では、経営陣も、教員たちも大半が、ドイツ人であったため、 日本人の助力を必要としていた。日本人である上に、キリスト教の信仰心を持ち、かつ教員としての経験を合わせ持つキクは、富士学園にとって重宝であった。キクはいつしか、影帽子のように、草べらのそばに着くようになった。キクは草べらから深い信仰の道を教わる一方で、草べらに日本語や日本人の習慣、考え方などを教え、 ドイツと日本の架け橋とも言える存在となった。草べらが、その純真な性格のために、周囲から誤解されることもあり、キクが適切な対応で助力することもあった。ある卒業生の父親はプロテスタントであり、キクに、もう、少し藤のことを知っていたら、カトリックになっていたでしょうと語った。理由は、日本人ですら嫁と姑の間で、いざこざが起きることがあるのに、 富士では、日本人とドイツ人の協力が成功しており、これが信仰というものでしょうかとのことだった。菊は、それは神様と草べら校長が偉いんですよ。私は知られているだけですと答えるのみだった。1932年の火災で反殖した、富士高等女学校校舎1932年2月、富士高等女学校が火災にあった。キは、 火災が校舎3階から生じており、まだ開花に回りきっていないことに気づくや、職員室や校長室から重要書類を持ち出して、郊外の雪の中に埋めた。校舎は焼け落ちたものの、菊の落ち着いた勇気のある行動により、書類は守り抜かれた。昭和10年代には、日本が急速に軍国家の色を帯び始めた。それにつれて、富士学園は、 日本国外の者が運営するキリスト教系の学校として強い圧力を受けた。1939年6月、文部省の私学官らが軍人と共に富士高等女学校を訪れた。軍の参謀は宗教、教育内容、国家間などを2時間近く問い詰めた末に、菊に天皇陛下とキリストはどちらが偉いかという難題を突きつけた。菊は、 私は陛下を神様の代理人と信じております。どうして陛下のことを粗末に考えられましょう。私の祖父は明治維新で切腹して死にました。私の体には忠義心が血肉となって躍動しています。私は自分を日本一の忠義者だと思っておりますと答えた。テーブルを激しく叩いて熱弁する菊に参謀の方が度肝を抜かれる始末であった。 続いて、私学館が生徒の宿舎を見学すると、宿舎には、イエス・キリスト、聖母、マリア、ミレイの、万象といった絵が飾られていた。参謀は、絵が日本国外のものであることに激怒し、すぐに外した前と怒鳴った。しかし、聞くはこれも、生徒たちに美術に触れさせたいのですが、ここにはこれしかありません。日本のものを買おうにも、お金が足りません。 日本の絵を送っていただければ、すぐにでも今の絵を外して、それを飾りますと返した。一同は、完全に言いまかされ、返す言葉がなかった。聞くは、当時のことを、後年、こう語った。とにかく少しも恐れず、やり返しました。言うべきは言う。単純な姿で聞くべきは聞く。画欲や、名誉のためにものを言うと失敗しますよ。学校、子供のため。 神様が私を助けてくださったのですね。負けじ魂、北海道総務部人事課1970、P179 より引用一方でこの軍の参謀は、後に人に、菊のことを、あれは、若松の女か牧野は帰還気のやつだと言っていた。菊が激しい気迫の持ち主であったため、旅役交代で、名高い福島県若松市出身と勘違いしたので、ある。 1940年10月、軍の圧力をできるだけ緩和するため、菊は、修道所の象徴とも言える、修道服を日本の標準服に変更するという、異例の手段を取った。札幌教区司教であるベンセスラウス・キノルドに、相談したところ、人間の中身や信仰が変わらないのなら、外見には関わらないと、許可が得られた。こうして、菊たちは、戦中は、 標準服、または黒の和服や袴、ドイツ人の修道所は洋服と簡単なベールのみで過ごすようになった。しかし、日本の軍国家につれ、富士学園への圧力はさらに増した。やがて、日本国外の教員はスパイではないかとの疑惑すらかけられるようになった。当1940年、日本国外出身の校長を一切認めないとの、 方針が打ち出された。これにより、ドイツ出身の草べらは、校長の座を知りぞかざるを得なかった。翌1941年2月24日付で、文部省は草べらに辞職勧告を出し、公認に菊を指名した。菊は、草べらと共に、文部省まで出かけ、富士学園の教育方針がいかに、日本女性の美徳を育てるものかを問いたが、役人は、 軍の命令ですと返すのみであった。こうしてキクは草べらに代わって校長に赴任した。やがて校舎自体も次第に軍事化が進み、体育館には多くの祭壇機やミシンが並んだ。キクはそんな中でも極力教育優先の立場を取った。生徒たちが法制や祭壇にあたっても、それぞれをグループ化して変わる変わる修業させ、特定の生徒だけが 学習時間が少なくなることのないように努めた。軍人はキクに、軍隊は、熟練校が欲しいのだと激怒したが、キクはいつ爆破されるかわからないのに、熟練校を50人作るより、仕事のできる人間を150人作った方が、お国のためでしょうと返して、軍人を並行させた。本来なら男手を要する、十代の少女には到底、無理な要請があった時には、 子供たちがかわいそうです。仕事の能率も上がりません。一回に運ぶ量を3分の1に減らしてくださいと訴え、生徒たちが過労を強いられないように努めた。なお、第二次世界大戦中には、実家の牧の家では、菊の母が子供や孫を戦争に取られて心配が尽きない中、菊は神様に預けてあるから安心したと言い,い、かつて修道院入りを、 反対した菊に、お前は一番、親孝行だよと話した。戦後、菊は、女子専門学校の開設に取り掛かった。当時の北海道内には、女子の専門学校がなく、進学を志す女子は、東京あたりまで出かける必要があり、北海道で高等教育を望む父母の声は強かった。戦後の民主主義拡大の中で、男女同権が叫ばれ始めて、 父母たちが女子教育に対して非常に強い要望を抱いていたとの事情もあった。菊自身もまた戦後の後輩から社会が立ち直るためには女子の教育は重要と考えていた。1947年財団法人札幌富士女子専門学校が設立された。富士高女の校舎の一部を借り、クラスは 国文化と生活化の二つのみ、生活化の被覆実習では、縫いとも切符制のために思うようにならず、コテは配給の木炭で温めて使った。1948年秋には、旧正札幌市中の校長を務めていた安野部美希。1949年には、北大ヨカ町の宇野地下守備など、優秀な教員たちを、専人教授として、迎えることができた。 初夏の松本春子に講師を依頼したときは、なかなか同意が得られず、行為として勤めていた夫の松本豪太郎に、説得を依頼する一幕もあった。それ以前の1947年4月1日より、施行されていた、学校教育法に基づく、新たな学校制度として、旧制の富士女子専門学校を母体とする、新生大学の設置が計画されていたが、 要件が不十分として却下された。同様に、新生大学以降が困難な旧生専門学校が多数あり、それらの救済や新学校制度への円滑な切り替えを目的として、暫定措置として1950年に富士女子短期大学が設置された。これは、北海道内の女子短大の第1号である。同1950年3月14日付で、菊が、 学長に就任し、宗教学や倫理学を受け持った。1952年、富士学園の卒業生の父兄たちの親睦を目的とした団体、党委員会が発足した。会員たちは菊を慕う父兄たちばかりで、牧の信者とも呼ばれた。生徒たちの卒業後にも、菊や草べらともつながりを持ちたいと願う父兄が、 続々と参加し、昭和40年代半ばには、その会員数は230人にも上った。短大を卒業後に、さらに学部での学習を希望する学生は、北海道大学や東北大学に編入していたが、1960年か1961年頃より、それが許可されなくなった。キクは、北海道内からの強い要望を受けて、4年生大学の、 設立に取り組んだ。当時の女子系大学の設立には非常に厳しい条件が課せられていたが、菊はそれを乗り越えて翌1961年4月に富士女子大学の改革を実現させ学長に推挙された。同大学では引き続き宗教学や倫理学を受け持った。その後も教師人、資金面、施設面など多くの問題を乗り越えながら、 様々な教育改革や学校設置に取り組んだ。1964年に高血圧で倒れた。1967年も富士女子大学の校舎新築に際し、高血圧にもかかわらず奔走していたことで、蜘蛛膜下出血に倒れた。新聞には再起不能かとも報じられた。幸いにも命に別状はなかったが、 左耳の聴力が失われた。教授会でも左側の人々の声が聞こえないため、隣の席に筆記係が,がつくようになった。1968年、草べらが高齢を理由に、教員職を退き、市民感謝祭の一環としての九州旅行中に、道国を太子妃から老をねぎらう言葉をかけられ、生涯忘れられない思い出となった。これには、実は、 キクが文部省に通じて必要な手配をし、草べらと交代指揮を引き合わせ、影の力となっていた。1969年には、私学女子教育に大きく貢献した功績により、第1回北海道開発功労賞を受賞した。キクは受賞の言葉を以下の通り語った。私には愛があるだけ。それも神様の教えを守ることだけです。 だから私自身は何の力もありません。これまで同文化賞など身に余る栄養を受けさせていただきましたが、私はご覧の通り人皮むけば、ただのおばあさんですよ。栄養はすべて神にお返しします。愛は満徳の源なり、北海道総務部人事課 1970P191 より、引用1982年10月、草べらが、 満九十三歳で死去した。草べらがいなくなって、寂しいかと尋ねられると、少しも寂しいとは思いません。心は一つに結ばれていますからと返した。同1982年の知人宛の手紙では、87歳になり、体は全く役に立たなくなり、毎日祈りに終始して感謝していると近況を述べていた。 1984年時点のインタビューによれば、修道所の一人として、マリアインで、祈りの日々を過ごしている。今の大きな喜びは、卒業生が訪ねてくることとのことだった。もっともこの頃は、周囲が菊の体調を気遣い、面会の回数を減らしていた。最晩年に、名が菊を訪ねた時は、部屋に誰もいないと思いきや、菊が、椅子に全身が隠れるほど、 小さく座っており、菊の老いを感じていた。1996年6月27日、急性肺炎のために、万101歳で死去した。同1996年6月29日に、札幌の富士学園行動で、葬儀ミサと告別式が取り行われた。参列者の数は卒業生ら、1000人以上に上った。富士女子大学の当時の副学長である。 林真嗣は、特に女子教育に対する、牧野先生の強い熱意と、豊かな指揮権は、涼やかな声や笑顔と共に、脳裏に焼き付いていますと、長寿を読んだ。2001年には、1982年に死去した、草べら霊名と牧野の修道名を取り、富士女子大学に、学生食堂、草べらホールと、ヘレナホールが築造された。 同大学生たちの学生生活を援助するための施設であり、食事の他にも、自習や談話など多目的に用いられている。富士女子大学の一角には、天皇、皇后の写真などを安置する法案殿がある。これは、戦前からあったもので、終戦直後の1946年7月に、連合国軍最高司令官総司令部による浸透指令に基づき、 法案殿を撤去せよとの通達が出たが、菊は生徒への影響を考えると好ましくない。取り壊しの費用は教育のために使いたい。生徒たちの尊敬するマリア様の像は法案殿に置くということでよろしいでしょうかと、道長と米運政部に申し出て承認を得た。この結果、法案殿は戦前の建築デザインを保っている珍しい例として、 平成期以降まで残されている。草べら霊芽は、菊の支援を受けたことを、以下の通り改装した。牧野菊さんを迎え入れることができたのは、私たちにとって大きな力となるものでした。経営者も教師もドイツ人だっただけに、経験豊富な、日本人の牧野さんが果たした役割は、影かえのないものでした。当時彼女は32歳。信仰つく。 学校に入ると同時に、マリアイに入りして、修道所となり、私の片腕となって働いてくれたのでした。私たちは、経験豊かなマキノさんの協力を得て、初めて、当初から理想とした日読の美点をミックスした、教育の実を挙げ得たのだと思います。当の教師として、株山2019、ピアニッシも2830より、引用教育学者である、 小原国義は菊を信仰に徹しながらも日本人としての精神に徹したことや物事には公正な判断、勇気と正義を持って実践したこと、神の他恐れない信念を堅持し続けたことを評価した。菊は富士学園の生徒たちのことを在学中のみならず卒業後にも気を配った。学園に勤めて25年後の時点で両縁をまとめた。 卒業生の数は約300組に上った。卒業生たち結婚や出産の報告に、菊の元を訪れるのはほぼ毎日であり、離婚話が持ち上がったと言って、相談に来るものすらいた。北海道新聞の記事では、これは菊の人徳によるものと報じられた。身についた、女裁なさ、それによどみなく、流れる、爽やかな弁絶、黒ずくめの修道服に、 銀の十字架を胸にした、修道二三人は、珍しい社交人で、宗教的臭みは少しも感じられない。学校とマリアインの戒律生活が、女子のすべてで、個人的な生活は、ほとんどない。ただ教え子のことで、頭がいっぱいで、とおっしゃる。北海道新聞1952年3月19日付、人物式、株山2019、P71 より、 引用菊の愛と奉仕の教えを生かし、広く社会の各分野において、中核となって活躍している人は多く、また、菊の志を継ぎ、女子教育の道を歩む者も多い。このことは、北海道開発功労賞受賞時に、我欲を捨て愛と誠に徹する気持ちをつかもうという、菊の教育信念の結実によるものと評価された。教育環境の整備。 教育内容の充実はもとより、宗教理念に基づく学外における、教育、教化活動など、本道女子教育及び私学振興に貢献された、功績は、本道教育史上特筆されるべきものである。女子教育の先達牧野菊氏、北海道総務部人事課1970、P317 を臨用。ありがとうございます。